見た目は大人、頭脳は子供。でも、あそこだけは立派な大人。積極的でございます。はい、今日はですね、急遽動画を撮っておりまして、その理由はタイトルにある通りで、新井夏子容疑者こと甘井いちごというね、名で、新宿のアマテラスというキャバクラでね、キャストとして働いてた彼女が、6月25日の金曜日に、殺人未遂容疑で逮捕されました。その件についてちょっとお話ししたいと思います。話す内容としては2点です。はい。まず、1点目は、彼女と僕は以前会ったことがありまして、その会った経緯っていうのがちょっと面白いんで、その点について。そしてもう一つは、僕は過去に逆転無罪判決を勝ち取った男なんで、その経験談をもとに、今後彼女が一体どうなるのかっていう点、その2点について焦点を絞ってお話ししようと思います。で、僕のことを初めましての人もいるかと思うので、簡単に自己紹介させてもらうと、僕はパパ活アプリから AV 女優を生み出す唯一無二の男として、日々スカウト活動をしながら YouTube をやり、 YouTube もライブ配信をメインに、そのライブ配信も外配信をメインにいろんな街に行って、まあ、外配信したり、今で言う路上飲みをやってる、まあ、44歳の、まあ、おじさん YouTuber です。見た目は黒くてね、なんとか若作りしてますけど、まあ、実態はもうおじさん YouTuber で一人孤軍奮闘して頑張ってるので、長い目で応援していただければなと思いますので、改めてよろしくお願いいたします。はい、ということでまず1点目の彼女との行き先というか会ったことがあるっていう点についてなんですけども、実はですね、僕彼女今日ねたまたま YouTube を見てた時にポンってなんか見たことあるなっていうのがなんかニュースに出てきたんですよ。で、名前もなんか聞いたことあんなと思って検索したら、あああの子じゃんって思ったんですよ。で、なんぞやって話なんですけど、実はですね、彼女僕ね2年前にナンパしてんですよ。本当に、嘘でしょ、そんなわけないじゃんって思うかもしれないですけど、僕の YouTube チャンネルっていうのは一切の仕込みやらせないんで、全てがガチなんで、これからお話しすることも全てがガチです。本当に僕が経験したことをそのまま臨場感を持ってお話しするんで、もう信じるか信じないかはもう見てるあなた次第ってことなんで、信じてもらえればなと思うんですけども、で、実は2年ぐらい前ですね、僕車2台持ってて、メルセデスベンツのゲレンデと SL63 アーマーゲーっていう車を2台所有してて、でそのゲレンデでたまたま新宿西口のヨドバシカメラに僕買い物に行ったんですよ。で、ちょっとした用だったからパーキングに入れないで路駐しといたんですよ、ハザードつけて。で、パパパって用事を終わらして車に戻って、そしたらね、ちょうどヨドバシカメラの西口本店行ったことある人ならわかると思うんだけど、フロアがいろいろ分かれてて、でそこにこうメインのなんか駐車場のがある通りがあって、ちょうどね角にデイリーストアの角があるんですよ。でそこに車を止めてて乗ろうかなと思った時に、パッと目に入るね細身の女子がいたんですよ。で僕スカウトっていう仕事柄もあるから、常にねこう街に出たりすると女子にね自動的に目が向く、もう積極的アンテナが働いちゃってるっていうのもあるんですけど、っていうのと僕の無類の女好きっていうのも相まって常に女子を追いかけてると。でそんな中パッと視界に入った女子がいて、でその子がすごい細くて足も美脚でヒール履いて、でもう一つとてもねあれっていう違和感を覚えたのが、なんと楽器背負ってたんですよ、楽器で。後々分かったことなんですけど、その楽器はなんとバイオリンだったんですよ。そうで、よく吹奏楽とかやってる人ってなんか楽器背負ってんじゃん、細長い、だからアンバランスじゃないですか。見た目もなんかおしゃれなワンピース着てヒール履いて、なのに楽器を背負ってるっていう、そのギャップにいい意味での違和感を覚えたんで、もう僕反射的にですねすかさず声かけたんですよ。あ、すいませんこんにちはっつって、そしたら普通に反応してくれて、まあ、いわゆるナンパ用語でオープンしてくれて、いやすごいお綺麗だったんで思わず声かけちゃったんですけど、これから どこ行くんですかみたいなこと言ったら、これからお茶しようかなと思ってたとこなんですよとかって言うから、あ、そうなんですかと。じゃあ僕この後暇なんで、よかったらそこに車あるんでゲレンデ刺して、はい、あれでよかったらちょっとお茶しません、一杯だけ、別にそういう変な意味じゃなくて、これから行く場所があるんだったらそこまでお送りするから、僕もちょうどこの後空いてるんで、よかったら一杯だけお茶しましょうよっつったら、あ、いいんですかって、あ、ぜひ乗ってくださいっつって、で僕のゲレンデね、見たことある人わかると思うんですけど、赤いゲレンデで結構目立つんですよ。でそれもまあこうそうしたのかわかんないんだけども、じゃあぜひっつって、その背負ってたバイオリンを後ろに置いて、で助手席乗ってもらって、で車だったんで近くのねルノアールとかあるんだけど、そこだとちょっと車が見れないから、じゃあちょっと行きましょう、ドライブしましょうかっつって、なんか車好きみたいなこと言ってたんで、ちょっとドライブしたいみたいなことも言ってたんで、じゃあドライブがたらちょっと行きましょうっつって、でどこ向かったかっていうと、神宮前にロンハーマンっていうねお店があるんですよ、洋服とかのお店ね。でロンハーマンは実はカフェ、中にカフェもあって、でお店の駐車システムが、いくら買おうが10万買おうが5万買おうが、カフェで一杯だけお茶飲もうが2時間のサービスなんですよ、駐車券のサービスくれるんですよ。だから、あ、
プチドライブを兼ねてロンハーマンに行けばちょうどいいかなと。で、カフェもこじゃれてるしいいかなと思って、そこに行きました。で、たまたま席空いてて、ソファー席座って、こう1時間ぐらいかな。喋って。で、その時の印象としては、もうシンプルに、ああ、変わった子だなって感じ。その悪い意味じゃなくて、いい意味で、あ、なんか独特の感性を持ってる不思議な子だなって感じだったんですよ。で、仕事はキャバをやってるって言ってて、ああ、そうなんだっつって、で、インスタ交換して、うん。したら、もうフォロワー1万人以上いて、あ、すごいね、みたいになって、やっぱフォロワー1万人いたらね、まあ、すごいじゃないですか、普通に考えて。あ、すごい人なんだね、みたいな感じになって、で、今彼氏もいないし、なんか、いい人がいたら、お付き合いしたいな、みたいな。でもね、年齢はね、32って言ってたんで、ちょうど合ってんじゃないですかね。ニュースで見ると34歳ってなってたんで、ちょうど2年前なんで、32って言ってたんで、お店の年齢は僕は知りませんけど、うん。で、まあいろんな、ああじゃない、こうじゃないっていう世間話して、夕方からお仕事だって言うから、じゃあお店ね、方に送りますよ、つって、で、じゃあ歌舞伎町の風林会館の行ってくださいって言うから、わかりました、つってビーって言って、で、風林会館を新宿区役所の方からビーって来て、交差点、角に寿司屋さんがあって、で、そこをちょっと上がったところに、あ、ここでいいです、みたいな感じで行って、そこに、ここに送りしてっていう話なんですよ。で、後日僕としてはタイミング合わせてご飯行きたいなと思って何回かお誘いしたんだけど、なんかもうワンチャン良ければお店に来てもらおうみたいな感じの内容だったんですよ。よかったらね、そんな1時間だけでもお店に来ればいいのにみたいな感じのやり取りになっちゃったから、あ、向こうはもう客として来てほしいんだなってなったから、あ、別にさすがにそんなカモになるつもりはないから、もうこれはダメだと思って。で、しかもこれ話前後しちゃうんですけど、実は僕彼女ほんと偶然なんですけど、自分の自宅の近くでも見かけたことあったんですよ。実はなんでかっていうと、家の近くにマイバスケットってイオンが展開してるスーパーあるじゃないですか。で、あそこにたまたま買い物に行った時に、やたらとなんかね、こんな住宅街に似つかない女子がいるなと思って目に入ってたんですよ。で、出てきたところをちょっと声かけようと思って、俺ちょっと車でね、刑事じゃないけどさ、張り込みしてたんですよ。で、店内で声かけるのちょっとはばかられるかなと思って。だけど、一向に出てこなかったのよ。もう10分ぐらい待ったのよ、俺。で、たかがスーパーの買い物で10分以上かかるってなかなかないじゃん。で、パッて見た時にこう、だいたいスーパーって入り口入ると、野菜とかフルーツのコーナーじゃないですか。やたらとそこで、ずーっとね、時間潰してる感じだったのよ。そう。で、今思うと、甘いイチゴって名前じゃないですか。だから、ああ、そういうことなのかな、みたいな、ちょっとうなずく部分もあって。で、すごい足が綺麗なね、細身の女子がいて、いい女だなぁと思って、出てこねえかなぁと思って、ずーっと待ってたんだけど、来なくて、まあいいやと思って、もう帰ろうと思って帰っちゃったんですよ。で、そしたら、ちょっと経った頃に、新宿西口のヨドバシカメラで、どこで見かけて、で、お住まいどこなのって聞いたら、ちょうどそのスーパーの近くだったんですよ。だから、あ、じゃあ前さ、どこのマイバスケットで買い物してたよねみたいな話で、あ、してました、してました、みたいな。その時は実はいたのよ、みたいな、偶然もあったりして、で、ちょっと盛り上がったりもしたんだけども、残念ながらそういうね、なんかその、お客さんだったらぜひおいでよ、みたいな。その普通にプライベートで遊びましょう、みたいな感じにはならずで。でね、当時のインスタのストーリーよく上がってたんだけど、2年ぐらい前ですよ。うん、よくなんかね、ホテル泊まってましたよ。ラブホテルじゃなくて、シティホテル。うん、結構高そうなホテルに泊まって、なんか、独特なストーリーを上げてて、なんか、こう、ふんわり系な感じの、で、なんか食べてるものも結構高級なものを食べてたりとか、まあ、お客さんに連れてってもらってたんだろうけども、うん、っていう感じで、でも何が言いたかったかっていうと、たまたま2年前、新宿のヨドバシカメラでナンパしました。で、そのまま一緒に車でお茶しましたと。で、そっから後日会ったかって言ったら別に会ってるわけじゃないし、お店にも行ってないし、だから深い関係ではないです。ほんとその1回こうきり、リアルに会ったの。で、ただインスタで何回か DM やり取りしたけど、別にそっからさらにリアルに会うとかもなく。で、月日は経ち、で、僕もインスタバンされることあるんで、バンされちゃってもう連絡取ってなくて、うん。で、たまたま今日ニュース見たら、ポンって出てきたから、あれこの子どっかで見たことあると思って検索したら、ああ、あの時の子だってなったわけですよ。で、なんか、たまたまそのネットでも結構拡散されてるからね、検索すると皆さん出てきますけど、そのね、緊迫の音声がツイキャスのやつでなんか配信されてたらしくて、生配信で。僕もね、同じ配信者として、そんな撮れ高ある配信あったんだみたいな感じなんだけど、まあそれはそれは僕聞きましたけど、相当緊迫ある現場で、まあ興味あるんだったら残ってればまだ聞けると思うんで、検索してくれればすぐ出てくると思うんで、一応概要欄貼っときますけど、聞いてもらえれば、うん、もう発狂しちゃってさ、いい意味でも悪い意味でも変わってる独特な子だったから、切れ方もちょっと尋常じゃなかったけど、彼女残念ながらね、当事者だったらわかるんですよ。その自分の彼氏が浮気されたから怒って刺しちゃって殺人未遂は理解できるじゃないですか。そうじゃないんですよ。彼女の友
友達の彼氏が浮気したことに怒って刺しちゃったっていう、なんかとてもとても不可思議なところで、だって別にそんなのひどい男だねんで終わるじゃないですか、普通は。でもそこにやっぱ不満やる方ないというかね、憤怒の怒りを覚えてね、ナイフをね、刃を刺してしまうっていうところが、やっぱ彼女のまた独特のね、感性っていう言葉で別に言いくるめるわけではないんだけどもっていうところじゃないですか。でも残念ながらしてしまったことはもう立派なやっぱね殺人未遂なんで、しかも本人も殺意あったって言っちゃってるんで、そうなると殺人未遂成立しちゃうんですよ。もう殺すつもりだったって言っちゃってるんで、もうそれもう殺すつもり、つまり殺人の意思はあったってことだから、殺人の争点の一つとして殺す意図があったかなかったかっていうのも関わってくるんで、でこっからが二つ目の話になるんですけども、2013年の僕7月2日に逆転無罪判決を勝ち取って社場に出てきてるんですね。だもうちょっとしたらちょうど8周年になるんですけど、逆転無罪を勝ち取った男からすると今後の行方に関してなんですけど、あくまで僕の予想ですけど、でもあながち間違ってないと思うんでお話しさせてもらうと、逮捕されたのが6月の25日なんで、そこから22日間数えます。これは勾留って言って身柄をね拘束されるっていう、でその間に取り調べを受けるって話なんですけど、22日後は7月17日なんですよ。だから7月17日に彼女は起訴されます。つまり裁判になるってことですね。でそうなるとじゃあ釈放ってわけじゃなくて、そのまま勾留、起訴されると身柄の拘束は継続されるんで、そのまま彼女は入ったまま、そうで7月17日に確実に起訴されます。これは、うん、やったやってないじゃなくても本人やったこと認めてるし、殺意もあったって言ってる以上もう実行行為者なんで、はい、いくら理由が友達思いだから刺しちゃったからじゃあ不起訴でってことはまずないです。もうしちゃったことはもう立派な殺人ミスになっちゃうんで、うん、なんで基本的にはもう起訴はされます。でそうなるとどうなるかっていうと、裁判になるわけで、裁判も裁判員裁判になります、はい、殺人ミスなんで、うん、そうすると裁判員が無差別に選ばれて、裁判員6人と裁判官3人での合計9人に裁かれるってことになって、で大体起訴されてから裁判員裁判だと多少時間がかかるんで、裁判員の選任とか公判前整理手続きっていう事前のね争点整理って言って、どこの点についてこの裁判で争うかっていう部分を弁護側検察側裁判官で事前に打ち合わせをして短期間で終わるっていうのが裁判員裁判のシステムなんで、そこに行き着くまでに多分結構時間がかかるんで、おそらくですけど7月17日に起訴されて、早くて初公判は11月、12月かなと。ワンチャンもうちょっと早ければ10月の可能性もあります。うん。でも今年中におそらく1回目の初公判はあるんじゃないかなって感じかな。うん。で、そうなると基本的に新宿警察署には女子の留置所がないので、女子の留置所があるのはね、湾岸警察署、原宿警察署、西ヶ丘部なんですよ。北区にある。の3カ所しかないんですよ。23区内だと。だからこの3カ所にね、いちごちゃんは預けられて、そこに新宿警察署の刑事が出向いて取り調べ調べを行うって感じ、うん、で7月17日になると、まあ、起訴されるんで、そしたら遅かれ早かれ今度身柄はどこに移るかっていうと、小菅ヒルズこと東京拘置所に移ります、うん、で東京拘置所に移って裁判を迎えるんだけど、でもちろん保釈の請求とかもできるんだけど多分取んないと思います、うん、やっぱりやってる事件が事件で大きいんで、うん、だから、うん、保釈はまず通らないからそのまま身柄の拘束は続きます。でそうなると一番の争点としては、やったやらないの無罪を争うっていうことではなくて、もう量刑をいかにして短くするかっていうところにが争点です、この裁判は。だから基本的にはもう一連でも刑期を短くする、もうはっきり言って実刑は免れないです。やっぱ殺人未遂っていう罪名がもう重い、かなり重いんで、うん、執行猶予はないですね基本的に。まあもちろん全くないとは言わないけども基本ないです。うん、なんで実刑です。だから遅かれ最低5年以上は行くと思うんで、ってことはですね、もう彼女はですね残念ながら、はい、今ね住んでる家もどこだか分かんないけど、もう引き払わなきゃいけないし、今いるお店も当然自動的にクビだろうし、で今34なんで、まあ早くて出てくるのが40ぐらいということになるんで、ね、どんな因果か分かんないけれどもね、まあ結構絶頂な時にね、まさかまさか友達の彼氏のことでね、友達の痴話喧嘩に仲介に入って、まあそれ熱い気持ちはすごく分かるけども、どうしてそこまでしちゃったかなっていうね、だそういうところがやっぱね、言葉を選ばずに言うとやっぱ変わり者なのかなっていうところが僕の印象で、今日お話しすることちょっと唐突に撮ってるんで脈絡ないですけど、最後に簡単におさらいすると、一つ目は2年前に僕が新宿西口でナンパしてそのままお茶をしました。でもう一つは、基本的には彼女は起訴はされて裁判員裁判で裁かれて、少なくとも5年以上から10年未満の間の刑期じゃないかなと。10年行くことはないです、うん、だいたい5年から
から10年の間、ちょっと幅取っちゃうけど、のケーキで実刑です。はい。なので、彼女が出てくる頃にはもう多分40前後、アラフォーになって出てくるっていう感じですね。はい。たった一回のね、そんな痴話喧嘩っていうか、事件でね、大きく人生を狂わされちゃうっていうね、これがまた刑事事件なんで、まあなんとも言い難いところなんですけども、ツイキャスのね、音声でも、ね、イチゴは悪くない、私のためにやったんだってその当事者がね、言ってましたけど、本当にその当事者たちはずっとシャバにいて、ね、全然本来無関係のイチゴちゃんがね、刑務所に行くっていう、本当に皮肉な結末なんだけども、これがしょうがない、もう法の裁きをね、受けざるを得ないんで、僕は当然ね、はい、この裁判はちょっと見物なんで、はい、まあ今年中に多分初公判あると思うんで、まあ調べて、まあ傍聴には行ってこようと思うんで、その経過はね、先になりますけども、追ってね、また動画撮ってお送りしたいと思うんで、今日はまあ突発的で、まあこんな感じでお送りさせていただきました。この動画がいいなと思ったら、グッド評価とチャンネル登録を積極的にお願いします。ということで、明日からの日常も皆さんにとって、せーの、積極的。